ドアの向こう側の社会、ほころび探して札幌から不意打ちかまして、できた隙間に居場所作って25年間居座ってきた。誰かが歌わなければそのままあったっけくらいの話に変わってんだ。それを俺に覚えさせて語らせた。なぜかそれが俺の役目になってた。愛しの愛のほの悲しい、また来週繰り返して気づけばアラフィフ、すすきの南7条通りの立ち話、25周年アニバーサリー、ボスの時間だ、上がってくれ。最後最後長い話なのさ、変化と不変な足跡だ、その長さを楽しんでほしいんだよな。超えろ超えろ超えろ、未来は俺らの出るのか。俺は音の間で出会ったあんたをコロナなんかじゃ離さねえ。こういう勝ち方もある、シップアップ、こういう栄光、こういう名誉もある。